はい、どうも、始まりました。スタンドバイシネマチャンネルの塚原直彦です。よろしくお願いします。はい。スタンドバイシネマチャンネルっていうのはですね、映画に関することなら、新旧問わず、いろんな映画の感想や考察を行いながら、時折ゲストさんをお招きして、いろんな企画に挑戦してこいという映画チャンネルでございます。よろしくお願いいたします。はい。久しぶりにね、グッズ紹介をやっていこうと思います。今回紹介する商品はこちらでございます。ドドン。ハズボロさんのドクターストレンジのアガモットロメでございます。イェイ。じゃじゃん。はい、というわけで来ましたね、アガモットの目でございます。これもね、 T シャツもね、ちょっとドクターストレンジなんですよ。ちょっと分かりづらいですけどね。はい、というわけでね、ドクターストレンジといえばアガモットの目でございますから、商品説明する前にアガモットの目が何なのかっていうのをちょっとご紹介していこうと思います。まあ、アガモットの目っていうのはね、至高の魔術師エンセントワンが保管する魔法アイテムの一つでございますね。で、この初代ソーサラースプリーム至高の魔術師の名前がアガモットでございまして、アガモットの中にはそのインフィニティストーンの一つタイムストーンが保管されているというね、アベンジャーズの世界の中ではものすごくキーアイテムの一つでございます。というわけでね、5月に公開されるマルチバースオブマットレスの中でもしっかりつけてますんでね、これからもまあタイムストーンなくなってしまいましたけども、モットの目がね、ちょっとキーアイテムっていうかね、アイコンみたいなところあるのでつけていくのかなと思ってます。ちなみにね、原作ではね、形ではなくてですね、こんな感じでございます。はい、実際ね、目があるんですよね。目の周りに丸いバラバラバラって丸がついてるみたいな感じでございまして、まあ、この目を通してアガモットと通信できるみたいなアイテムで、結構チートアイテムなんですよ。で、アガモットさん自身は紀元前100万年前の古代アベンジャーズの一人ということでね、神に近しい人ならず存在として高次元体として、まあ、霊体としてですね、地球を最高の魔術師として見守ってるっていう存在なんですね。ちなみに原作だとこんな感じで、渋いですね、かっこいいですねっていう感じでございます。はい、というわけでね、早速開封して中を見ていこうと思います。はい、はい、というわけでね、早速開封していこうと思います。ちょっと光っちゃってますけど、すみません。マーベルジェンズのね、ハズブロさん、パッケージもね、いい感じでございます。最近のね、マーベルレジェンドはね、すごいクオリティも上がってきますしね。早速上げていきましょう。あ、土台とか忘れたな。こんな感じで。はい。あ、これまさか。これは、うわ、すごいですね。このアメちゃんみたいにタイムストーンが入ってますね。はい。こんな感じで、いろいろ入ってますね。はい。というわけで、表面はこんな感じでね、すごい、これね、結構ね、しっかりした作りでね、この首にかける紐もね、かなり頑丈で、とてもいい感じですね。ここがね、外れるので、硬いで、これね、外れになってるんで、まあ、まあ、頭のサイズ関わらず、まあ、絶対皆さん首につけれますよっていうね、ちょっと硬いですけどね。はい、こんな感じですね。裏をね、あ、ちょっとね、多分実際はね、確かね、もうちょっとこの楕円形だったっぽいんで、確かちょっとね、形状は違いますけど、まあ、いい感じの作りですね。かなり分厚くてね、しっかりしてますね。はい。プラスドライバーで開けておこうと思います。このね、この形状のネジね、これ結構ね、ネジ円を頭潰しちゃうとね、開かなくなるので、かなり慎重に開けた方が、ホットトイズで僕ね、何回か失敗してますね、これ。ちょっと慎重に開けていこうと思います。はい。よいしょ。うわ、こっちめちゃくちゃ硬い。ちょっと尋常じゃなく硬いかもしれない。ちょっとこれ、皆さん気をつけてください。これ、マジネジ山潰れる疑惑。あ、また。こっち硬いっすね、でもマジで。はい。というわけでね、無事に開きました。こっち左めちゃくちゃ硬くて潰れそうになりました。これかなり皆さん気をつけて開けてください。開けますと、はい、こういう感じですね。単4、2本ですね。これ単3じゃなくて単4、2本を、こういうサイズは、して、はい、入りました。ここにですね、さっきのね、アメちゃんですね、タイムストーンを入れておこうと思います。ですね。で、裏にこうやって接続部分がありまして、これをこのね、3つ接続部分につけていけば光るはずです。つけましょう。はい。というわけで、はまりました。光りました、いきなり。いきなりいじって光りまして。かなりこれ、光量は明るいです。ちょっとね、わかりづらいかもしれませんけど、ここね、ここ二重の造形になってまして、手前のところが。このね、手前だけをこうやって右にぐーっと時計回り回しまして、閉まるんですね。閉まりまして、この上のここを押すと、なんと、っていう感じですね。すごい、自動で、最初閉めるのは手動なんですけど、開くのは自動で開くという、こういう感じですね。おー、かっこいい。そして、なんと、さらにもうこれだけじゃありません。この後ろのね、ボタンを押すと、このね、タイムストーン外せるんですよ、こうやって。こうやって蓄電されてるんですね、すでにこっち側に。タイムストーン外しても、なんと控え続けてるという。うわ、いいじゃないですか。多分おそらくこれが時間が経つと、徐々にこの蓄電の電量が減っていくと、消えていくという感じで、凝ってますね。それでですね、こっち土台がついてまして、これエンシェントワンのカーマタージにあった土台ですね。これがね、めちゃくちゃよくできてまして、この造形、これ完全にね、プラスチックなんですけども、もちろんね、裏はね。
これね、すごいよく造形できてて、かっこいいんですよね。これは、これに乗っけてもちろん飾れるし、ね、結構ね、海外トイ特有のね、これめちゃくちゃ、ここも硬かったんで、皆さんお気をつけください。はい、ということで完成しました。というわけで、マガモットの目をつけていこうと思います。はい、というわけで、電池も入れまして、完成しました。マガモットの目でございます。いいじゃないですか。で、これさっき言ったように、ここを押しますと、ほら、最高、かっこいい、いいですね。はい。で、この先ほどの土台もありますからね、これも乗っけて飾ることもできるし、これだずっと電池が入っちゃってる状態だとずっと光っちゃって、多分、手閉じてれば、多分、電池が消えてるって状態だと思うんで、まあ、電池を節約したい方はもちろんね、閉じて飾っていただければいいと思いますし、えい、かっこいい。ちょっと一瞬暗くしてみましょうか。結構今、音が明るいんであれですけども、ほら、めちゃくちゃ明るいんですよ。めちゃくちゃこの光源が明るいんですよ。すごくないですかこれ。これはね、絶対皆さん手に入れた方がいいと思いますよ。はい。というわけで、電気つけましてっていう感じ、ドクターストレンジのハズブロアガモットの目でレビューでございました。こんな感じでね、いろいろね、映画グッズをね、ちょこちょこシャレ紹介していこうと思ってますんで、あ、ちなみにね、これね、日本で売ってなくて、eBay で買いまして、レアなアイテムだと思いまして、公式で発売されたミスミーツの時計がね、個人的にあんまりね、可愛くなかったので、わざ探しまして、海外から仕入れまして、これね、いいですね。時計もすごいシンプルなんですけど、とてもいい感じで、お気に入りでございます。はい。というわけでね、なんかいろいろ、他にも映画グッズね、いろいろありますので、まあ、たまにはね、映画レビューとか考察だけでなく、こうやってグッズ紹介とかもね、していこうと思ってますんで、ほら、このね、ジャニーンって言って、パルパティーのレゴっていうわけでね、ほら、例のあのアイテムでございますよ。はい。というわけで、いろんなグッズもね、紹介していこうと思ってますので、よかったら高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。かっこいい皆さん、裏のネジ山の潰さないように気をつけてください。ありがとうございました。